L8020 乳酸菌は乳酸菌の一種である、ラクトバチルス属ラムノーザスの株の一つである。広島大学大学院の二川博樹教授が、歯周病、虫歯になったことのない健康的な子供の口の中から発見した。歯周病菌、虫歯菌の発育を阻止する性菌効果のある乳酸菌の一種で、人の口腔内から5種類の歯周病菌、虫歯菌、 漢字だけを効果的に抑制し、高校内環境を健康に保つことができる。満80歳で自分の歯を20本以上保ってほしいという思いを込めて L8020 乳酸菌と名付けられた。L8020 乳酸菌関係の特許製品の研究、開発、製造、販売及び技術移転などはキャンパスメディコが行っている。 L8020 乳酸菌を機能性、関与成分とした機能性表示食品は販売されており、当該の商品では、本品にはラムノーザスキン L8020 株を含みますので、高校内環境を良好に保つ働きを助ける機能があります。と表示している。広島大学大学院医派薬学総合研究科の二川博木教授らの検証実験では、 学生50人が2週間にわたって、昼食後にヨーグルトを食べ、菌の抑制具合を調査した。8020ヨーグルトで作ったヨーグルトを食べたグループで2週間後、大気中の虫歯菌は平均83%減少し、4種類の死繍病菌も40から95%減ったという。一般的なヨーグルトでは、虫歯菌が38%減ったものの、3種類の 死臭病菌は増殖していた。9.7個の死臭病菌を満たしたシャーレに L8020 乳酸菌受水溶液 10ml を30秒間接触させたところ、死臭病菌が99.9%以上減少。8.4個の虫歯菌を満たしたシャーレに L8020 乳酸菌受水溶液 10ml を30分間接触させたところ、 虫歯菌が99.9%以上減少。しかし、乳酸菌自体が糖を分解し乳酸を生成することで口内を酸性にし、エナメル質の脱解を引き起こし、虫歯の原因となる点には注意が必要である。ありがとうございます。